ままで今日もまた日が暮れる、yeah。木曜日の夜10時を回りました。ガクのナイトミュージックランドの時間です。ですね、今日はですねとてもいい天気で、ちょっとね昨日とかも寒かったんですけども、昼間とかはね結構ポカポカ陽気というか、秋晴れのね、これが寒くなる直前のちょっとこういい感じの冷たい風と、暖かい空気とっていう感じでしたけどもね、木曜日の僕の番組の日にしてはいい天気だったんじゃないかと思います。
はい、それではですね、毎日、毎週恒例になってますね、今日は何の日のコーナーに行きたいと思いますけども、まず今日は10月25日、民間航空記念日ということですね。1637年、島原の乱から1880年、なんと君が代が完成した日が今日だそうです。1944年、神風特攻隊霊帝沖海戦に出撃と。からなんで民間航空記念日なのかといいますと、1951年、戦後初の国内民間航空会社としてこの設立された日本航空ですね、が東京、大阪、福岡の運航を開始したということだそうです。1962年、世界バレーボール選手権で東洋の魔女、日本女子チームが優勝、金メダルですね。から1991年はリサイクル法が施行されたということですね。テレビとかエアコンとかを回収してもらったときに何千円か取られるってやつですね。ちょっと悔しい金額ですけれども、いつも。はい、それとですね、今日、誕生日の方、有名人の方ですね、あとヨハン・シュトラウス2世、作曲家、1825年、ビゼー作曲家、これも作曲家ですね、1838年、から立木義弘さん、カメラマンで1937年、ミュージシャンで日野照正さん1942年、 WBC の監督になりました山本浩二さん1946年、プロレスラーの鬼田敦さんが1957年、からですね、振付師のラッキー池田さん1959年、それからあと金沢彦さんですね、歌手の金沢彦さんが1954年、大和田伸也さん、俳優の大和田伸也さんが1947年ということですね。今日の誕生花は楓、花言葉は遠慮ということです。なんか遠慮しながら皆さん生きてきたんでしょうか。本日誕生日の方、おめでとうございます。はい、ですね、今日はですね、ちょっとこう音楽番組的に行くんじゃないかなと思いますけれどもね、スマイルレンジャーの、どうもとゆうくんをですね、後ほどお迎えして、楽しいトーク、ファンキーなトークをお送りしたいと思います。それでは CM です。